アイズ。あ、ちょっともう一回やらして。アイズ。あ、ちょっと一個忘れてたわ。ごめんなさい、一個忘れてました。今回、このあの、アイズというホラーゲームをやるにあたり、なんとですね、ちょっと今回強力な助っ人の方を呼びました。それでは呼び込みたいと思います。呼び込みくん、お願い。あ、いつでも来て、どうぞ。嘘でしょ。嘘だよね。じゃーん。はい、ということで、はい。あなたの名前は、何嘘でしょ。嘘でしょさんです。違う嘘だよね。なんで呼び込んでって言ったけど。呼び込むねって言ったけど呼び込むから待っててって。呼び込むから待っててって言ったじゃん。だって呼び込まれるために待ってたんでしょ。待ってた、ずっと。俺呼び込む。お前長いんだよ。10分12、15分ぐらい、あんた一人でちゃっちゃ喋ってさ。いやいや、前振り大事じゃないですか。私のこと忘れちゃったのかなと思ったから。あ、でもごめん、マジで一瞬忘れてそのまんまやろうと思っちゃった。さあ、ということで、改めてご紹介させていただきます。私、宮川大生の実の妹、妹子でございます。妹子です。違う、ごめんね、これ一回鳴らすと最後まで止まんないのよ、この子。そう、あの、あ、うるさいな、止めようかなって思ってもう一回ボタン押すじゃん。したら、また始まるからな。あいつ。怖いな。ほら、始まったよ。ストーリーがついてるじゃない、前にやった時と。読んで。この大邸宅のオーナーで、あったマイルズ氏はとても裕福な男だったらしい。それは私にとって好都合だ。富を得る。これが私の求めることだからだ。マイルズ氏は随分と前に姿を消した。私の仕事が目の前にある。素晴らしい、ありがとうございます。お金持ちになろう。じゃあ、あれ待って、こんな急に始まったっけ。あ、もう来てる、早く早く。ちょっと待って。早く走って逃げて。ちょっと待って。ちょっと待って。ごめん。端っこに寄らないで。ごめん、ちょっと待っと。部屋の隅っこに寄らないで。ちょっと待って。やだ。この音やだわ。早く集めて、袋。あ、ほら、あるじゃん、目の前に1個。これを20個集めればいいってことですね。そうおー。はい、1個。ここで20個集まる？集まんない。ぬるゲーすぎるでしょ。集まんない。そんなゲーム。やめてしまえ。ちょっとこういうの気になっちゃうから絶対閉めてないんですよ、僕。本も触れるようになってんの？日記を見て物語を確認しよう。確認して。多数のオカルト本。購入したやつは何をしてたんだ？呪い、儀式、生贄についての本。伸ばしてるから。生贄についての本。あまり良くないことがありそうだ。やばい、俺マジでダメなんよ。本当にこういうの。いいから、まちゃん、一歩さ、外に出てみようよ。俺マジでダメなんですよ。いいから。やめろ、気持ち悪い。ごめんなさい、ごめんなさい、本当に。てめえ、こういうことがある。あの、音量だけちょっと注意しておいてくださいね、皆さん。おりゃ！おりゃ！ああ、おお、出た。あ、痛い、気持ち悪い。戻るな。温まるなよ。早く、いいから、あれ取って早く。だってさ、来るもん、ここに。いや、あの目見たらわかるって。大丈夫？はい！チュートリアルみたいなの出てきた。ルーンの瞳を使ってゴーストの位置を把握して隠れよう。ああ、じゃあちょっと一旦目使ってみますね。うん。せーの。消してこないと約束したはずだ。怖い。こいつです。懐かしい。こいつが追っかけてきます。ごめん、グラフィック俺さっきさ、文字に集中しすぎて全然どこ通ってるか見てなかったんだけど、どこ通ってた今。なんか本みたいなのあったよね。
いや、ここにもあるわ。安心するな。ルーンの瞳を手に入れると。早く。ね、一個あるだけでだいぶ安心する。袋探しな。この光ってるとこが。はーい。でもこれクリアです。何？震えてる。近いかも。待て。もう本当に無理。近いかも。本当に無理。これ今出たらやばいかな。やばいかも。どっか段。声してる。ああ。お母さん。まあ、とりあえずね、こう被弾しにくいようにこう。被弾？あん。あんは嫌。うん。いや、その、帰ればいいっていうかいう問題じゃなくて。いけるいける。急いで左の部屋入りな、左。左って言ったじゃん。だってここだもん、俺んち。聞いてくれないじゃん。俺んちここだもん。じゃん。やーだ言ってる方々。見て見て。あ、これ調理室みたいな感じか。キッチンって言いなよ。キッチッキン、キッチン。チッキン。チッキンはお前だろ。俺だった、チッキンは。メモ付きの写真。老人の写真の裏側に何か文字が書いてあった。あなたの責任だ。かわいそうに。どういう意味だろう。勘が鈍いやつだ。鈍絶対クリアできない。絶対謎解いて帰れない人じゃん。うん、どういうんだろうこれ。ただのバカじゃん。こういう意味深なものとか手に入れてもあまり価値を見出せない人じゃん。深読みしないタイプなんで、うん、どういうんだこれ。ほらワクワクすんぞ。うわぁ。いや、あれはビビるでしょうよ。いや、オッケー、今ならいける。うっ、うっ、よっ。そんじゃ、その次の動画に入ってごらん。歌舞伎役者、早く入ってごらん。早く入ってごらん。よっ。早く入ってごらん。ちょ、ごめん。いや、違うって、その子じゃないって。ごめん、本当にごめん。ちょ、一旦ごめん。お前。いや、いつもね、聞いてほしい、思うんよ。ここでね、俺毎回こうやってやってるじゃん。ああって、うん。多分俺が視聴者だったらイライラするんだろうなって。イライラするよね。思うんですよ。思うんですけど。しかも画面もうろうろしてさ。そうそうそう、酔うし、酔うし、早く進めようって、その先が見てんだ俺はって思うし、顔もキモいし、顔もキモいし、息も臭い。なぼ、何言ったのお前。バカ。行こう。今だ。頑張れ。今しかない。そうだ。やればできる。今しかないんだ。そうだ、進め。ここになんかない。ごめん、迷わず進め。まっすぐ、迷わずまっすぐ進む。ああああやだー。待って、ここ何してるの。ごめんごめん、とりあえずうつむくわ。これはお薬かな。なわけないよね。なわけないよ。食べかけのチョコチップクッキーに決まっとるやん。ほんとにさ。うわっ。ルル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 やん。どう見ても絶対ある。こんなか絶対にあれ、絶対にある。大切な部屋の鍵とかあれ、あれ絶対にあれ。閉じちゃうもん。よし、ここで使う。うん、行け。あどうしよう。あれ、あれなんか嫌がってたな。あれ、目線の動き的にこう、やだやだやだ。なんか、自分の場所がバレないようにしてる、あいつ。ずる。あ、見られたら、あ、ずる。隠らして。ずるすぎる。わかんなかったもん、今。ブレブレにして見えないようにしたろって。え？でも来てないよね。多分。あ、やだ、あー。いやー、前に進む。
進んで前に進む。どっちに行けばいい？どっちに？私は上かな。じゃあ僕は下。お前だって私覚えてるもん、過去に地下の行き止まりにぶち当たって積んだんだもん。あ、積んだって言ってデーンって。ああ、あれの記憶があるから。地下は危険って言ってる私の勘が。じゃあ上だ。よって上です。走る。あーどうかな。ずっとじゃあちょっと今回はクールに実況してごらんクールにやるか。おしゃれにね。おしゃれに、そう、流す。おしゃれに進む。おしゃれに驚きをスマートに流すの。はいはいはい。ここは何もないですと。この左下のタンスには絶対開かないってやめとけ。クールじゃない。くそ全然クールじゃないさて、それじゃあまあサクッとね進めていきましょう。いいね。でまずはこの部屋を出て目を取りますと。はいはいそしてここの面を取っていきましょうか。はい。で、この部屋はですね、いいよ。ここにまあ多分ああやりましたね。こなれてる感が出てるちょっと僕すいません、こういうのちょっと気になるんで閉じて。あ、映画となのかな。ちょっとこういうのが気になるんでちゃんと。あ、あれ立てつけ悪いから。気になるんですよ。こあら、ちょっとあれじゃない、そのほら右から先にパタパタって、あのほら順番が、閉める順番があるタイプ。なるほど。どっち側か必ず。こっちから閉めて、そうで、こっちを閉めれば、ね、あ、なるほどね。しっかり閉まる。すっきり閉まると。くそーくそー失勢この男。失勢すぎる。割り勘の時も素数で割るタイプだ。ハスだ、素数じゃないや。ハスハスうるせえな、まったく。あーびっくり。何お前同じとこでビビビ道が、あ、光ってるじゃん。ここは来ないかな。ちょっと怖いわね。なぜそのオカマみたいな喋り方俺もなの。何よそのオカマみたいな喋り方ちょっと本当にもう、私の場合は別に、いや私の場合も別にいいじゃん私の場合は私の場合だっていいじゃん。いいのよ別に、どんな喋り方したっていいじゃないのよ人が。いいわよ別に、何も言ってないじゃん。マイクよ、ゲームやりなさいよ。オカマバカにすんじゃないわよって話ほらその見るからに怪しい箱開けてみなさいよ。なんかアタックチャン、アタッシュケース、アタッシュケースね。アタッシュケース、アタックチャンスじゃなくて。とりあえずこの大事そうなやつ読んでみるか、うん、の前に、あ、2階の地図だね。はいはいはい、今ここにいるのね。どこ分かってんの今自分がどこにいるか。あ、ごめん、全然分かんないんだけど。ごめん、全然分かんないで。分かんないよね。ろうそくの部屋だけかろうじて分かるけどで、あ、これだ。この幽霊がつきまとってきたぞ。だってそうやって書いてあるんだもん。どうして、なんで、なんで書いてあるんだもん。気まとってきたどうってちょっとまだわかんないな、うん、緊張感が漂っていてうまく呼吸がでうまく呼吸がであとで呼吸がでうまくできだの緊張してた。私ね、私ね、大きくなっただね。
ババベダダデケデデダデダダ。取ってきたぞ。どうしちぐるだよ。どういうシチュエーションなの。これさ、この絵さっきもあったよね。ってことは繋がってるってことか。写真じゃん。ほら、呪いを写真に閉じ込めることしかつってたから、もしかして。ちょっと後で読むんで、とりあえず回収しますか。とりあえず動くね。痛すぎ。もうもうちょっとだったのに。ねえ、痛い。かわいそう。ぶつけちゃった。この人も。びっくりで足ぶつけちゃった。痛い。あのちょっとだって。マジで一発でクリアしそうだわ。迷わない、私は何も迷わない。もう閉めない閉めない、ここもこういうとこも閉めないもん。あー気になるわ。全部開けちゃう全部開けちゃう、もうこうやって全部開けちゃうもん。お前私生活もそうだもんな。おい黙れ。あれ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 。焦っちゃったな、ちょっと。ああ、あったあった。よしよし、ここにあるな、今回は。いいですね。ありましたね。ピアノも流しながら、も歩きながら流しちゃったもん、これ。まとめ乗りすんなよ。歩きながら、もうどん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 、もうこれ、もう写真もこれ、まあ、ぐるぐる回しちゃって、もうこうやって。それ走りながらも回しちゃって、これ。走りながら回して、もうどんどん進んじゃって、つってね、これ。ほら、もうここまで来ちゃったよ。マダガスカル。ほら。で、たぶん多分ここで使うのはね、正しいね。あ、もうなんか女の子らしい実況できないわけ。ゆっくりだわ。今私はもう先にこっちに行くわ。え、なんかワープ進んでたの。あの、見ながら。見ながら進んでんの。すごすぎるだろ。ちょっと。時間も取れないからね。今いなかった。今 いないよ。いなかった。いたよね。いたら。あ、いや、綺麗したね。これ電気。いたら逃げるが出るから。電気つけると思う。え、何？うわ、大石くん眠くなっちゃった。お前、最低だわ。殺素剤。よく読めんな。今日の学びだね。俺あの、ね、ネズミの字、ネズミかと思って殺虫剤。いや、ネズミなんだけど。あ、ネズミだよね。ネズミなんだけど、その、ネズミっぽいからさ、ネズミと書いて、チューとは言わないっていうか。なんか、殺虫剤なのかと思ってたんだけど。あれ、ちょっと調べよう。この家の写真？この大邸宅には変な噂が多かった。人々はこの大邸宅を避けていたんだ。なんか、もともと岩具付きだったっぽいですね。お、集まってますよ。私の手元にもパワーが集まってきてますから。ストレッチマン。ほら、だんだん溜まってきてますからパワーが。ストレッチマン。ストレッチウーマン。ストレッチウーマン。ほら、ここら辺がパワーが溜まってきただろ。まあ、あの先にほらいろいろさ見てくれたからさ。あ、俺がね。そうそうそう。でも私はもうただなぞっていくだけよ。だって
もうほらここまで来たらもうあとここ4つ集めて、え、多分地下にあんだよなあと残り。お、なんかいろいろメモが、あ、ここ一回ちょっと開けて、じゃあここなんか暗示っぽいからここにいようか。なんですか。この写真が鍵だ、呪いを写さなけれ。呪いを写さなけれ。写真だ、この男が呪いを写真に封じ込められたなら私も同じことができるはずだ。だがどうやって、なんとか方法を探さなければ。呪いを写さなけれ。黙って、解決する唯一の方法はもっと掘り。呪いを取り除く方法を知るには深く掘り下げることが必要だ。もっとこの男について知らなければならない。次はどこを探ればいいかはメモに書いてあった。そのメモどこにあるんだよ。解決する唯一の方法はもっと掘り。もっと掘り、何それ。知らないんだけどその方法。ちょっと教えてほしい。もうね、迷ってる暇なんかないのよこっちは。そうなの。あ、行くわ、どんどん進むわ。もうこっちにはね、出た、残り2個のあれしかないの。おーら、やったやった、2個だ。待って、2個、早く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 、2個あるよ。出口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 どこ、出口どこ、クリアだよクリア、出口どこ、あー、どこ出口。21個目だよ、早く教えて。21個目、いらない、いらない、21個目いらない、いらない、22個目、23個目いらない、お金なんていくらと出ない、いらない、うわー、もういっぱいある。命大事、持てるだろ、そんくらい。命が何より大事、目取っとこう、もう持つ、逃げろ、お前絶対捕まんねん、あー、バカバカ、絶対ダメ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 、遅い遅い、終わった、終わった、もうダメだ、もうこれはダメです、大丈夫、皆さんありがとうございました。諦めちゃダメだ、諦めました、諦めちゃダメだ、このままポータルに行こう、ポータルに行きました、ポータルに行こう、このまま、ダメだ、まだ、ダメだ、大丈夫、まだいけてる、まだいけてる、まだいけてる、多分同じ速度で走ってる、今これぐるぐる回ってる、大丈夫、とりあえずドアに行こう、こっち、これこっちだ、そっちだ、そっちだ、そっちだ、このままどうすればいい、そのまま、あー、裏返っちゃった声がもう、これ開ければいいの、開ければいいの、あああの、あれファミの宣伝とか大丈夫、じゃあだからここじゃないって、あ、違う、あ、ここじゃない、まだ早いって、あ、早いか、あとなんかやめな。こうやって楽しくゲームしてる時にその仕事の話すんの。誰だって聞いててそんな気持ちいいものじゃないから。怖、なんかいる気がするよね、もう惜しみなく使っていくことに、あー、いるね、逃げろ、あー、怖い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 、いやバカ、何やってんだ。向こうも困ってたわ、困ってたね。えー、出てくんのって言ってたもん今、今ね、だって戻ろうとしてたもんね。そう、戻ろうとしてたのに、いや、開ける。うん、何もないね。なに、ね、お前なんでこの部屋入るとき毎回叫ぶの。だって、だって今いたじゃん、いた。絶対いたって。あ、声でってこと。え、だってあそこ、ほら、なんか今いたもん。え、嘘じゃないもん、木でしょ、いたもん、嘘じゃないよ絶対、本当に私には見えたもん、あ、いいじゃねえかバカ。まどろっこしいんだよ、あのほじゃほじゃした見た目とかが毛に見えるんだってば。もう毎回びっくりするんだから、この部屋に入る時だけ。私も毎回珍しく忘れちゃって、忘れちゃってさ、あー、びっくりした。殺虫剤もね、殺虫剤、あー、なんか怖い、
だって宙にまだ会ってないでしょ。うん、殺素剤ね、あと。あ、待って、ねえねえ、これさ、ああもしかしてこの金庫のコードだったんじゃないの。ああ雷よし、ああどっちゃびっくりしたかと思うじゃん。なんでいつもしないんだよ、ギリギリで。もう、でもちょっとだけ解放できた、日記が。あれ、ファンミの宣伝とか大丈夫？いつも言うけど、ここじゃないって。せめてちょっと最後にチラッとお知らせさせてもらうくらいでいいのよ。やりづらくなるから、途端に。あ、このゲーム配信、ファミの宣伝したいがために参加したんだなとか思われたくないじゃん。そういう流れになっちゃうだろ、どう考えても今そんな話をしたら。違うでしょ。やめようよ、そういう話するの。さ、ほら、楽しくゲームやってんだから。てか、と空気読めないんだから、もう。この、雑魚、クソをやろう。あ、アホ、ボケ、ゴミカス。言い過ぎでは。なんかでもね、あの頃からの成長を感じると思わない？あ、だって実況やったの何年前？何年前だろう。もうかなり月日が経ってるよね。5年ぐらい経ってる、もしかして。もっと経ってるでしょ。嘘。もっともっと経ってるでしょ。何するの？何？なんかアホっぽい。突然。やだな。もっともっともっと立ってるでしょ。もっと立ってる。どのぐらいって聞いた時の保育園生じゃん。数のまだあの数え方とか知らない保育園生の表現の仕方だな。ずっとずっと前の話。もっともっと竹本って言ってる。もっともっと矢の打ってちょうだい。みんな丸く竹本ピアノ。ピアノ打ってちょうだい。喧嘩打ってちょうだい。ダメだろ、喧嘩打ったら。ピアノしか売るな。ピアノだけ売ったら売られた喧嘩も高額買い取りで。高額で買い取るの。査定は無料なの。みんな結構高額で買ってもらえるから。まあでも、まず無料で相談から。まあでも多分相当強いんだろうね。喧嘩打ってちょうだいとか言うぐらいだもん。相当な腕なんだろうね。一番怖いよね。もうだからもう、そう、強すぎちゃって多分誰ももう喧嘩打ってくれなくなっちゃったから。探してんだよ、多分強敵を。広告出すしかないって。強敵を探してんだね。そうそうそう、退屈なんだよ。喧嘩打ってちょうだい。血に植えすぎだろ。この渇き誰か癒してちょうだい。あの電話番号が癒して癒して。18410、うん、癒してお願いとかね。地下の無駄遣いだ。もっといろいろ置けるのに。しかも地下にはいっぱい置くぞ、俺なら。もっと置くだろうね。多分ここら辺に水槽が何個かあるね。そうだね。あ、なんかファーって聞こえる。やばいかも。ここなぁ、なんかもうちょっとあると思ったんだけど。俺だったらもっともっと置くんだ。出たよ。あもうガチャガチャしたらなんかないなぁ。何なんだろうな、一体。秘密が教えてほしいんだけどなぁ。いつもここ来るとこでザーってなるのも嫌だしさ。これは意味がなかったし。一回使え。ピッ。同じ階にいるわ。てか、なんなら後ろ向いたら。
いるんじゃない、いるんじゃない、いるんじゃない。いる。え、そう。いるー。うわー。ハチくん、頑張って。やだよー。だってもういいんだよ。クリアはしたんだから、あと2枚日記集めるだけだよ。じゃあもう終わろうよ。ぐるぐるしてごらんよ。星2つで終わるの気持ち悪いじゃん。あーやだ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 。でもなー、なんかもっとこう見つかりそうな感じはするんだけどな。ちょっと俺もあのスイスイ行ってみるわ。いいよ、どんどん行っちゃおう。もう閉めない。はい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 、いいよいいよいいよ。ふぅ、開く？開かないけど鍵だから、ほらさっきの金庫のとこで開けてこないだから、その前に4つの番号をもうこっちがあらかじめ入手しとかなきゃいけないんだね。やだ、あった、あー早く取って、あーどっからどっから来る、どっから来る、やだ、見なよ美女、あー見ない見ない、あーダメダメ、無理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 、まっすぐ行ったら多分厨房みたいなとこあるから、厨房みたいな、ここまっすぐ、まっすぐ、まっすぐ行ってて、あー右のとこだったかもしれない、階段だ、でもあー早い早い早いでも扉ないんだよな。謎を解明することだもんね。うん、お？パパ、ママ、赤、母、うん、パパ、ママ、赤、母待ってあれママが二人いたんだけど、今いたよね、今ねどういうこと、あ危ないな、うわなんだおい、おいなんだおい、おかしいだろ、複雑な家庭になっちゃったじゃないか、ママ2人いたな今、ちょっともう一回改めてやり直してパパ、パパ、姉、赤、姉姉、赤、赤、母だよ、母、なんか違うっぽいな、じゃあ逆から言ってみようか、母、赤、赤、姉、ま、あねえ、なんでママだね、一緒になっちゃったんだ、あ、きたよ、ねえねえ、そこ動いた、扉がある、入って入って、早く、きたきたきた、うわー、やったボックス調べて、開けるよ、うん、趣味悪すぎない？誰が座ってたんここに。パパだ。いやそれわかんないだろ。パパの趣味だこれ。それもうあと調べられるとこないの？お、テオ君。テオ君。あのさ、こういうホラーゲームの場合さ、あの2パターンあるじゃん、倒せる敵パターンとゾンビ系とかさ、うん、銃とかストックがあってさ、弾とか集めながら
行かないと積んじゃうみたいな、そういうゲームか。もうただひたすらこうやって逃げる、敵は倒せないからもうただ逃げるだけ、こっそり隠れながらさあ隠れながら行くみたいなのと、どっち派ホラーゲームなの。わお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 。今喋り始めたら出てきたからなんか、わお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 ってなっちゃったの。わおわお。私最近ちょっと巻き舌できるようになった。ルルルルルル。違うの違うの、ちゃんとあの決まった発音の時でいい。ハレルレレレレ。違うの。ハレルレレレレレ。レレレレレレ。ダメだ。今日調子悪い。こうやってやんだよ。ハレルレレレレ。とりあえずはい、ここで、2、何今の。2、はい、ここで2。2。同じ声だ。やべえ、全然ミスった。まだいるかな。ちょっとあんたうるさいのよ。うお、すげえ速い。すごい高い声出るんだね。待って、初めて出た。出るんだ。ちょっとびっくりした今。生まれて初めての声出た。すごかった。私もうあんまり出ないぐらい高い声出た。びっくりした。恥ずかしい。女の子じゃん。完全に。よし。これが開いたから。そこのアルゴール、アルゴールアルコールアルコールになっちゃった。開けつつ、ちょっと目見てごらん。私の目を見るんじゃなくて。違うの。なんで今見つめ合ったの。オルゴール鳴ってるし。すげえやだわ。なんなの今のシチュエーションは。いや、目を見てごらんって言われたの。今、おもむろに振り返って。違うよ、今の流れ的にこの目のボタン使って化け物がどこいるか見ろっつったじゃん。ああ、そういうことか。なんだ、何の声だ、彼女なのか。彼はただ殴り続けたっつったから、もしかしたらほら、精神科に通ってるとかさ、睡眠薬とかいろいろあったじゃん。なんか幻覚が見えてて。だってネズミなんて一匹もいないのに殺素剤があったりとかさ。確かに。ってことは幻覚が見えてて、もうついにおかしくなっちゃって奥さんのこと殴り殺しちゃったとか。でそれでそのことにも記憶に蓋をして生きてたんだけど、思い出しちゃったんじゃない。なんかその化け物の形になって記憶が蘇ってきたんじゃないの。鳥肌立ってきたわ。私の本当だ。やめろ。鳥立ってる。やめろ。すごい、鳥肌立ってきたって言って本当に立ってる人だ。やめろ、恥ずかしいな、バカ。いや、そしてですね、なんで私は今ここまで
頑張ってやってきたかというと、まあここでようやく、ちょうど10個使い切りまして、この目の前が出口なんですね。素敵、やっとクリアできるのね。そうなんです。行っちゃってよここでここでここであんたここで倒されたらもう絶望よ、終わりだよ。そしたらもう行っちゃってゴールしちゃいな。やったみんながこれマジで嬉しいぞ。しかも謎も全部解明してね。ほんで新しい機能も解放できますとやりましょう。ノリノリになってきちゃった。すげえノリノリ調子ついてきちゃってるわ。テンション高っ。やった星二つ。なんで？